開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに上野美智子君、畑雄一郎君、田代薫君、尾辻香菜子君、梅村聡君、小西博之君および石井みどり君が委員を辞任され、その補欠として牧山博恵君、大久保幸重君、桜井充君、藤原正史君、蓮舫君、藤川正人君および熊谷豊君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い現在理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に高貝恵美子君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議の通り厚生労働省年金局長香取照之君ほか11名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、さよう決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行理事雨宮正義君の出席を求め、その意見を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、さよう決定いたします。公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。蓮舫さん。おはようございます。民主党新緑風会の蓮舫でございます。更年期について質問させていただきます。去年の1月、AIJ 投資顧問、この会社によるいわゆる更年期金の資産詐欺運用というのは実に大きく報道されました。でその後強制捜査、国会での参考人質疑、証人喚問を経て AIJ、ITM 証券両社長が逮捕で、この事件には社保庁の OB が年金コンサルタントとして深く関与していたことも含めて、国民の年金制度に対するあるいは旧社保庁、厚労省に対する信頼は本当に失墜をしました。でその結果、改めて明らかになったことは、更年基金で代行している更年本体の年金資産も平成23年度末には 1.1 兆割れている、足りないということも明らかになりました。で民主党は去年の3月にワーキングチームを立ち上げまして、集中的に議論を行って、4月末には更年基金制度は一定の経過期間終了後に廃止という中間報告をまとめました。合わせて政府厚労省内にも更年基金等の資産運用財政運営に関する特別対策本部が設けられて、当時厚労副大臣だった辻さんが本部長となって有識者会議、集中的に検討で、パブコメも行われてきて、9月には辻厚労副大臣が更年基金の代行制度の廃止という基本方針に沿って、企業年金のあり方や代行割れ問題の対応などの詳細を詰めていくとなり、社保審の年金部会に専門委員会を設置、厚労省の改革試案を作成、年内に部会の成案を経て、来年、つまり今年の通常国会には法案を目指すと明言をしました。年金部会には昨年11月に厚労省の試案が提示されて、全部で7回、審議を経て、今年2月8日に意見書が取りまとめられた。これが今までの経過です。この間に政権交代があったので、制度の改革方針、どうなるのか、これは注視をしておりましたが、一応政府は法案を出してきた。これは評価をします。ただ一点、厚労省試案、専門委員会の意見書と違う点がある。運用資産の健全な基金は一部存続をさせることになった。大臣、これなぜですか。田村厚生労働大臣。まずですね、これから新しい基金は当然のごとく作らないというわけであります。で、5年間かけて、代行割れしているところは、これは解散をしていただくと。で、その上で、5年後、今言われた、委員の言われたですね、
まあ、健全な基金、これはそもそもですね、まあ政府が一つのルールを作ってこの基金制度というものを運営をしていただいてきた。その中において必要な積立金、つまり2階の代行部分、さらにはその上の上乗せの部分ですね、3階部分、ここも含めてしっかりと持っておられる基金に対してですね、やはりこれ強制的に解散ということになれば、それはそれぞれの財産権や期待権の問題もあるわけでありまして、ルールをそのままちゃんと守ってきているところに対して無理やり強制的にやめなさいというのは問題があるのではないかという認識のもとで、このような判断をさせていただきました。蓮舫さん、資料1ページ目なんですが、専門委員会の意見書では代行制度の見直しは10年の移行期間を終えて段階的に縮小し廃止という厚労省試案の方向性に妥当と明言されています。で、一定基準を満たす基金は存続というのは実に少数意見というのも書かれている。さらに健全基金を残すことはその基準を満たさなくなった制度担保が必要で、安易な設定は代行割れ予備軍を将来に残すとまでこれ意見が書かれているんですね。これ大臣の判断で残すことを決めたんですか。田村厚生労働大臣。将来でいろんな議論をさせていただく中においてですね、このような形で、残すというような方向に一致したわけであります。蓮舫さん。昭和41年にこの基金の制度ができまして、その後20年間を見ると高度経済成長時代ですから、運用利回りは平均 10% で 5.5% 設定を大きく上回っているので、企業年金としてのスケールメリット、これも働いたし、企業年金を普及する原動力にも確かになった。ただバブルが崩壊した後は低金利、このメリットは失いましたし、後年本体にとっても母体企業にとってもこれはリスクになってきている。かといって予定利率を現実的に引き下げますと、これ積み立て不足を招きますし、そうなると、掛け金の引き上げ、給付の引き下げを行わなければいけない。で、その場合のハードルも高くて、減額受給者や全受給権者の3分の2の同意取り付けなど、手続き要件が相当厳しくて、零細や中小の集まりである総合型の基金というのは、これにも踏み切れなくて、高い運用利回りで、今日まで来ざるを得なかった。公的年金の信頼性を担保するんだったら、もっと早い段階で、私はこの制度は整理すべきだったと思ってます。これ自民党政権です。残念ながらそれは先送りされてきた。で、その現実と乖離した高い運用利回りとの差額を、そこに付け入るように AIJ がここに救ったと。ちょっと確認しますが、AIJ に投資した81基金はどれだけの損失を出しましたか。厚生労働省香取年金局長。申し上げます。AIJ でございますが、投資顧問と投資一任契約を結んだ基金全部で、81、ございます。で、投資額が仮に全額毀損をするという前提で考えますと、損失額は約1700億円ということになります。蓮舫さん。1700億。中小企業庁の1年間の予算が2000億ですから、相当な額が毀損をされている。で、この AIJ の、全財産が毀損したと仮定した場合の最大額が1700億ですけれども、被害額が。で、これによって代行割れに陥った基金の代行割れ総額はいくらですか。香取年金局長。今申し上げまして、2700億全額毀損するとそうなるわけでございますが、このうち、代行部分に当てるべき積立金の毀損ということで、考えますと、これは少し計算の仕方によって若干幅がありますが、おそらく1200億ないしは1300億程度というふうに、見られております。蓮舫さん。1200から1300億の財産が詐欺によってなくなってしまった。で、これは代行部分ですから、負担しきれなくて後年基金が解散をした場合、代行割れ回収不能となった場合、払いきれなかった、それでもう解散してしまった基金、それが倒産なんかをしてしまったらもう払えなくなるわけですから、その場合の後年本体からの給付責任は後年本体が負う仕組みになっています。後年加入者3451万人、そのうち3階部分の企業年金がある加入者は437万人しかいません。で、この3階建てのない会社員が、3階建てのある人たちのその負債を全額負担をするというのは、大臣、これ、理解得られますでしょうか。田村厚生労働大臣。
それも含めてですね、今回お返しをいただくためのですね、スキームをこの中に入れさせていただいたわけであります。つまり、代行割れをしているところはですね、これから5年かけて解散をしていただきます。で、解散するときに応じてですね、それぞれ、今回返済の条件を例えば、15年を30年というふうに長期にはいたしますけれども、お返しをいただくという中においてですね、今回このようなスキームを作らさせていただいたということであります。蓮舫さん。私たちもこういう基金の方たちといろいろな意見交換をしましたが、正直申し上げて 10% の運用利回りが出ているとき、いいときには何も言わない。ただ代行割れをして、返りが大きくなって、もう自分で払い切れなくなったというときだけは、税金や後年本体で助けてくれと。これ筋違いの話だと私は思ってるんですね。で、理解を得るのは難しいんですよ。今大臣明言しませんでしたけれども、サラリーマンが3階建てのない人たちの部分の負担部分まで負うというのは、だからリスクというのは最小限に抑えないといけない。で、今いくら切り取った部分で今は資産があると言っても、将来的に運用リスクが絶対ないとはこれは言い切れないわけです。そう考えると、後年基金制度は時代の役割を終えたとして、私たちも廃止をして整理をして、そのリスクは小さく抑えていこうという提案をしたんですが、今回一部基金だけは残すとなったのは、私は極めて中途半端で残念だと思っています。ただ今回私たちの考え方に自民、公明、みんなの党、維新ご共鳴をいただきまして、5党で修正案を出しました。で、これはもう大変賛同いただけたことは、各党の皆様方に心から感謝を申し上げます。ただ修正案でも、法制公から10年経過するまでに、政府が存続基金の解散、他の制度への移行を検討となっているんですね。で、ぜひこれ代行制度が存続しない方向での検討にしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。田村厚生労働大臣。いいんですね。AIJ の損失も含めて、これ、返していただくと。いうようなスキームの中で今回の制度を作っております。ですから、返さずに穴が開くということになりますと、確かに言われるようなこともございます。もちろん、すべてがすべて回収できるかどうかというのは、それぞれ企業の状況によっては違うかもわかりませんが、今回基金は、それぞれですね、返していただく代行準備のところまで、これ、返していただくということでスキームを作らせていただいたわけでありまして、今まで15年間というような特例解散のその返済期間を、例えば30年かけてというようなことも含めてですね、返していただくというような、そういうことを前提でのスキームだということはご理解をいただきたいというふうに思います。蓮舫さん。よく理解してます。ただ、返してもらえない可能性は否定できないですよね。15年を30年伸ばした。で、負債も圧縮をした。でもそれによって、返せるところはいいですけれども、経済状況、社会情勢によって倒れてしまった場合には、今回連帯債務も外しますから、回収しきれない部分もあるというのは大臣理解してますか。田村厚生労働大臣。もちろんそういうような場合がないとは言えないわけでありまして、このような形で、基金というものに対してですね、非常に国民的な信頼というものも薄れておるわけでありますから、今回、新たな基金は作らない。それから大前提としては、基金はですね、これからは存続をしないということ。これは本則にそう書いてあるわけでありまして、決して残る部分が本則に書いてあるわけではありません。付則の方にですね、残る部分が書いてあると。ただ、一方で、この基金に関しましてですね、5年後はどうなるかと言いますと、毎年毎年検証してですね、これ、厳しいルールを逸脱したところに関しては、これはもう、解散等々の命令をかけていきますから、これからはですね、厚生年金に対してご迷惑をおかけをしないような形でですね、解散を促していくといいますか、命令をかけるという中において、一定の歯止めをかけていくというルールも入れさせていただいているわけであります。蓮舫さん。大臣おっしゃるように、今回の法案のスキームは私たちは評価してます。我々が提案した内容とほぼ同じですから、そこはもう理解していただきたいんですが、どうやってリスクを最小限に抑えるかという提案型も含めて議論をさせていただきたいんですが、健全なところほど迅速に実は多数、他の制度に移行か解散を進めることが、代行割れ、あるいは3階部分の既存リスクを最小化するんですね。今までは経営状態が悪くなければ解散できなかったわけですから、今回この条件を撤廃したのも私は評価をしています。いい時にリスクが最小の時に解散することによって、いわゆる代行部分も3階部分も保全されるということは、財産権も保全をされるということになりますから。で、今回一部存続としている、資料2枚目にあるんですが、資料2枚目の一番右側、約1割です。で、この基金は、健全基金。2つ条件がある。香取さん、どういう条件でしょうか。香取年金局長。
健全基金の条件でございますけれども、私どもは、これ先ほどの委員がお話になった専門委員会でも議論されましたが、基本的にはその代行の資産をきちんと保全をすると、まずそれが1点と、それから将来的に、この報告書の言い方を借りれば、二度とそういうことが起こらないような措置を講じると、そういったことが講じた場合には速やかに解散する、今、大臣がご答弁申し上げたとおりです。で、2つの考え方が立っております。1つは、リーマンショックとそういう大きな市場の短期変動があった場合でも、代行資産が代行割れをしないという基準を置くということ、それから上乗せ部分の積み立て不足が生じた場合に、そのことがひいては代行資産の基礎につながると、このリスクを回避すると、この2つの考え方から、1つは、代行資産、最低責任人引きに対して 1.5 倍以上の資産を保有しているということ、あるいは、3階部分も含めて全体について、積み立て不足が生じていないと、このいずれかの条件をクリアしたものについては、健全基金ということで、自主的な判断で、存続するか解散するか、について、お任せをするという形で、強制的に廃止しないという取り扱いにしたところでございます。蓮舫さん。ありがとうございます。代行部分に対しておおむね 1.5 倍を超える積み立て資産を保有、あるいは非継続クリア、これから先、入ってくると見込まれる保険料や掛け金を資産に組み込まないで、現段階の資産だけで代行と3階を全額賄える、極めて優秀な基金ですね。この2つが健全基金と、48あります。で、うち 1.5 倍は42基金。ところがその資料3を見ていただきたいんですが、これは厚労省の資料です。資料3によると、1.5 倍程度の積み立ては、1、2年後に代行割れとなる基金を発生させない水準なんですね。つまり3年目以降は分からない。で、4枚目を見てください。4枚目を見ると、厚労省の試算です。今後5年間で 99% の確率で代行割れとならないためには、少なくとも 1.6 以上の資産を保有する必要があるとなっている。そう考えると3年目以降分からない 1.5 ではなくて、5年までは担保できる 1.6 を私は条件にするべきだと思います。ちなみに 1.5 を 1.6 の条件に変えると42の基金はいくつ減りますか。香取局長。お話のように、1.6 にいたしますと、42基金が35になりますので、この間に7基金入っているということになります。蓮舫さん。つまりその 1,2 年は大丈夫としていた42が3年目以降わからない基金を除くと7基金減って35になるんです。で、この35も5年目まで 99% 代行割れしないですから6年目以降はわからないというものなんですが、せめて代行割れのリスク回避のために 1.5 はなくて、大臣、これ 1.6 に変えるべきではないですか。田村厚生労働大臣。もちろんその 1.6 にしたら 1.5 よりかはさらに健全であることは間違いないわけでありますが、 1.5 というのはですね、今委員おっしゃられました通り、1、2年大丈夫だという数字であります。今までこれは過去の実績から見て、で、今回の場合は毎年ですね、これ、しっかりとこの2つの条件をクリアできるかできていないか、これを見ます。見た上でクリアできていなければ、それはクリアできるような形で積み増していただければいいですけれども、企業が。それしなければですね、これは当然のごとく解散命令というような話になってくるわけでありまして、そこでですね、リスクを担保しようという考え方でございますので、そのような意味から 1.5 という数字で選ばさせていただいたということで。蓮舫さん。毎年見るから大丈夫っていうことではないんですよ。AIJ の問題だって業界紙ではずいぶんささやかれて公言されて記事になっていて、厚労省は指定基金も含めた指導を行っているのにそこからこぼれたということがありますから、毎年見てれば大丈夫という答弁は私はよくわからない。だったら最初から条件を厳しくして、で、それで指導していく方が、これは考え方の違いかもしれませんが、私たちはそうした方がいいと今も思っています。で、この7基金に天下りって言いますか。香取年金局長。はい、ちょっと待ってください。7基金は確か、7基金にはですね、1名ですね、元国家公務員が常勤役員と最初の基金は1基金1名です。はい、蓮舫さん。AIJ や ITM の年金コンサルタントが、旧社保庁や
厚労省の OB をつなぐ形である意味 AIJ を紹介し ITM を紹介したということも明らかになってきていて、それに対する国民の視線は相当厳しい。資料5に更年期金への国家公務員等退職者の、再就職状況もつけておきました。すべての基金の6割に役職員に OB がいる、職員にももう OB がいる、もう本当にこれは雇用の引き受け手先になっていて、でそこで運用がうまくいってればいいですけど、運用が悪くて失敗をして詐欺にも加担をしているということがあったので、これはその変に 1.5、1.6 で7基金と言ってそこに天下りがいるから、そのポストのためじゃないかと疑われちゃいけないから、これは厳しく指導してもらいたいし、もっと言うと役員公募してくれと長妻厚労大臣の時に言ったにもかかわらず、その大臣要請さえも無視をしている、小宮山大臣の要請さえも無視している。これ田村大臣、今後いわゆる解散してあるいは他の制度に移行するまでに、役員の、任期が来た場合には公募という指導は徹底していただけないでしょうか。田村厚生労働大臣。これは私の方からもですね、これは公募を徹底して、していただくように、お伝えをさせていただきたいと思います。現状ですね、平成25年5月時点で、存続基準を満たす、この2つの基準を満たす基金が48基金というふうになっておりますが、昨年3月時点で、常勤役員に国家公務員再就職者のいた基金は8基金8人であったということであります。その中で、昨年4月以降の公募の状況について現在、調査結果を精査中でありますけれども、これら8基金のうち役員の任期が到来した基金が3基金で、うちですね、公募を実施した基金は2基金であったということでありまして、1基金は事情を聞きますと、母体の事業規模の大幅な縮小が予定されておりまして、基金のあり方自体を検討中ということでございますので、公募はされなかったという話でありますけれども、2基金に関しましては、公募をいただいたということでございます。蓮舫さん。もう一回これしつこく提案させていただきたいんですが、健全基金として48の代行総額って 1.4 兆あるんですね。でその中で代行も3回も払える非継続クリア、極めて健全な基金、これはもう17しかないんですが、やっぱりこの17は私は10年あっても実は大丈夫だと思います。今の段階の試算で払えるわけですから。だけどもそれ以外の部分は31の代行総額が 1.2500兆ございます。でそのうち3回の積み立て部分は6518億、これ後年の代行部分です。3回の積み立て不足です、ごめんなさい、6518億で、代行を続けて運用損が仮に大きくなると、この3回を支給するために代行部分が使われちゃうんですね。でそうなると後年本体の影響にもつながりかねませんので、改めてもう一度 1.5 倍資産保有基金、代行割る予備軍に一度組み入れて、やっぱり厳しくして、で毎年見ていく、で資産に余裕のあるうちに解散に一日も早く促してあげるという考えに立っていただけないでしょうか。田村厚生労働大臣。もともと今回このような2つの基準を作ったのは先ほど申し上げましたけれども、それぞれ、ルールにのっとってやっていただいているということでありまして、強制的に国がですね、それを閉じさせるというのはやはり問題があるであろうと、財産権も含めて問題があるであろうという考え方であります。ただですね、おっしゃられます通りリスクがあることは事実でありますし、代行部分も含んで運用いただくわけでありますから、この残るというふうに意思を表示された基金に関しましてもですね、当然のことをこれ特例解散はもうこれ5年後以降はなくなるわけでありまして、連帯債務がなくなるというもの、連帯保証という考え方もこれはまた復活するわけでありますので、我々としてはですね、なるべく他の制度に行っていただくように促してはまいりたいというふうに思っております。蓮舫さん。それと今回特例解散の適用を受ける基金の受給者は申請時点から上乗せ給付の支給を停止するとなりました。これは代行資産の保全を最優先との考え方で大賛成です。で他方でその5年間で解散か他の制度に移行を求める代行割れ予備軍、ここにも何らかの形でこの代行の資産を保全する措置というのは取れないんでしょうか。香取年金局長。ご指摘のように、その代行割予備軍については、5年以内の解散かの基金への移行ということで措置をしております。で今回、その解散認可基準については、委員ご案内のように大変、
大幅な緩和をいたしまして、基本的には解散認可前に代行資産についての一部の返還する仕組みというのも導入しておりますので、早めに代行資産を返していただくということができるようになると。それから移行した後、多制度の移行の後は基金解散後でも、事業単位ごとの基金加入、確定給付年金、企業年金の創設でありますとか、中退金への加入等、さまざまな措置を講ずるということで、基本的には、解散前にも返せると。あるいは、多制度に、移行しやすくして、移行するということは代行返上するということになりますので、基本的には、早め早めに代行の返上をしていただけるような措置を基本的には講じているということでございますし、さらに申し上げれば、大臣申し上げましたように、毎年決算を見て、毎年の決算の状況で、私どもとしては、解散なり、移行なり、いずれの場合も代行返上していただくわけですが、そういった指導をしていくということで、できるだけ早い段階で、代行資産を、返していただくような方向で、ご指導申し上げたいと考えております。蓮舫さん。はい、ありがとうございます。それと、私たちがこれ、去年検討したときにも、やっぱり一番大きな問題は、代行割れの資産をなんとか圧縮することができないだろうか。負担を軽減することはできないだろうか。で、そこで最低責任準備金の計算で控除をされる 0.875 の係数。これ後年本体は在職中の支給停止など、計算上の給付額よりも実際の給付額が一定程度低くなりますから。で、その差を簡易的に、簡便的に調整する係数の見直しを考慮しまして、これ 0.001 引き上げると約3200万負担が減る計算なんですね。で、今回はその係数の丁寧な見直し、合わせて木ずれの精密化も行っていただいた。負担額はどれぐらい圧縮されますか。香取年金局長。今お話のように、いわゆる、木ずれという、その利率の適用の期間のずれの調整、そして、0.875 という、在職老齢年金にかかる係数の見直し、これをそれぞれ各金ごとに整地化をするという作業をいたしますと、23年の末、24年3月の決算段階で約 1.1 兆と見込まれておりました代行割れの総額は約6000億ということで、5000億ほどの圧縮になるということでございます。蓮舫さん。はい、資料6に付けさせていただきました。約5割の圧縮。これはよく決算、細やかにしていただけたと思います。代行割れ、いわゆる借金を圧縮して、連帯債務も外して、分割納付期間を15年から30年、で、連鎖倒産の事態を、これは避けることができるようになって、この仕組みは評価をさせていただきます。ただですね、他方で、6ページを見ると、57% が負担が5割以下になってますけれども、43% の基金は、やっぱり5割以内で、今なお負担が大きいというところもありますので、やはりここは細やかに見ていっていただきたいというのは、合わせて要請をさせていただきたいと思います。で、次にその、現行制度と、この法律が通った後の、いわゆる、解散を促していくところの、ちょっとその違いについて、これは要請をさせていただきたいんですが、今の制度の特例解散、分割納付している基金はどれぐらいありますか。香取年金局長。特例解散制度は16年の法律改正で導入されまして、3年間の時限措置、でまた23年に5年延長ということで、入れたものです。で、この特例解散で解散した基金は、15ございまして、このうち10はすでに分割納付を完済しておりまして、5基金が、まだ分割納付の最中という、そういう状態でございます。蓮舫さん。5基金が今なお分割納付の最中。で、今回の法改正、今言いましたが、連帯債務を外すとか、固定金利にするとか、納付期間の延長とか、これは現在、分割納付をしている5基金にも適用されますか。香取年金局長。現在の5基金につきましては、今回の特例措置の適用は、よいしょ、解散後、この法律の施行後1年以内に申請した基金につきましては、連帯債務を外すことと固定金利、それから納付期間の延長訴求適用されますが、現在すでに分割に入っている基金につきましては、訴求での適用は一応ないという取り扱いになっております。蓮舫さん。すみません、ちょっと最後のところよく聞こえなかったんで、もう一度。何が適用がないですか。
加谷年金局長。いわゆるその返済額については、確定の額で返済していただいておりますので、そこは変わりませんが、連帯債務を外すこと、それから固定金利にすること、それから納付期間の延長をすること、これにつきましては、訴求的な適用を行うということで、訴求適用があります。蓮舫さん。はい。つまりですね、連帯債務を外すとか、15年を30年で返すとか、固定金利にするとかいう部分は、訴求し適用されるんですけれども、負債額は変わらないんです。だから今、分割納付しているご基金は、この法律が施行したとしても、木ずれの調整や係数見直しによる精密、精緻化、これの対象外なんですね。つまり、この数値係数の見直しや木ずれを、直すことによって、負債は半額まで圧縮されるんですけれども、今、本当に真面目に払っている人たちの分割のご基金は、その恩恵に預かれない。いくらぐらいでしょうか、その差額は。香取年金局長。いわゆるその木ずれとか、それから0.875 の係数の精緻化については、これ総額ではそういう影響が出るわけですけれども、実は個々の基金によって、条件が違いますので、実はその精緻化をすると、額が大きく変わる基金もありますし、ほとんど変わらない基金もあるということなので、個別にちょっと見ていかないといけないということで、これについては、個別の基金のデータが、まだ出てないので、額を今お示しするかちょっと困難なんですが、今分割納付している基金について言いますと、これは例えば木ずれについてはそれぞれの時期によって木ずれというのはその期間を適用するその期間によって後年本体の利率が大きく変わっているときに影響が出るわけなんですけども、平成18年に解散した基金については当時木ずれの余計がほとんどないので、多分あんまり影響がないだろうと。しかもほぼ9割ぐらいはもう変動が終わっているのでほとんど影響はないと思います。20年に解散した基金はこれはもう 99% 完済しているということになりますので、ちょっと個別のデータがないのでご報告はちょっとできないんですけれども、ほとんどその大きな影響は、適用するしないによって影響は、あまり、大きなものはないのではないかと思います。蓮舫さん。手元に数字がないのに大きな影響はないのではないかというのは答弁になりません。この後基金の負債を介している一人一人の負担の重さを考えた場合には、新たな法案が通って、負債額が、返済額が圧縮される人たちと、今真面目に全額払い続ける人がダブルトラックで走るというのは、私はこれは不平等だと思っています。ですから、ぜひ数値をちゃんとご基金で出していただいて、仮に今回の法適用にした場合には、返済額が圧縮されるのであれば、今の分割納付している額よりも、その圧縮してあげる分を少し考えていただきたいと思うんですが、大臣いかがでしょうか。田村厚生労働大臣。なかなかですね、それは、すでに確定している債務に対してですね、言うなれば、返す条件といいますか、それを変えるというのはありますよね。返済期間を15年から30年というようなことはあるのかもわかりませんが、そもそも返す債務、確定している債務を変えるというのはですね、これはなかなか難しい問題だと思います。それから、今回の場合は、言うならばもうこれで強制的にですね、解散しなければ、強制的に解散されるわけでありまして、そういうような、法律改正の中においてですね、解散をしていただくわけでありますけれども、以前はですね、それぞれ自主判断で、もちろん財政状況が悪いわけでありますから、解散をいただいたわけでありますけれども、ちょっとそこら辺のところも意味合いとしては若干違うのかなというふうにも思いますので、なかなかの確定した債務をですね、変えるというのは難しいというふうに認識いたしております。蓮舫さん。そこはもう一度検討してください。ご基金の数字をもう一回見てください。で、分割納付の残額を仮に新たな法案の部分で数値を精密化した精緻化した場合に相当圧縮できるんであれば、やはりそれは大臣判断で何らかのその債務の軽減をするやり方を知恵を絞らせていただける、知恵を絞ればいいんではないかと私は思っています。これはぜひ心に留めておいていただきたいと思います。で、それで、香取さんにもう一回最後にこの問題聞きますが、これ施行期日は政令で定めるとなってますが、いつを目途としてますか。香取年金局長。この法律の、基金関係の部分の施行日は26年4月1日、ですから来年の4月1日予定しています。蓮舫さん。もっと早くできませんか。
つまり1年後の経済状態、社会状態がどうなっているかわからない、今の総理の経済政策がうまくいっているという担保もない、投資リスクが1年後には減少しているというのも明言できない。ならば他の制度に移行したい、あるいは解散をしたい、で今の財産をちゃんとお返しをした上で、手を挙げたいと思っている基金に対してもっと早くその申請手続きができるように施行日を前倒しできませんか、大臣。田村厚生労働大臣。なるべく早くですね、この制度、法律を通していただいて、スタートすることが必要であるというふうに思っております。なかなか施行日を変えろというのは、難しい話でありますけれども、なるべく早く対応できるようには努力をいたしたいと思います。蓮舫さん。施行日を変えるのは難しいって大臣認識間違ってます。施行日は政令ですから、大臣の判断で決められるんです。事務方が勝手に決めるものじゃありません。今事務方はおそらく事務料とか手続きとかいろいろな要件で来年の4月ぐらいまではかかるんではないだろうかと言ってる部分ですから、それを早めるという判断するのは大臣ですから。で、おそらく事務とか各都道府県とか全ての基金に説明をしたりするのが時間がかかるのはこれ私もわかります。ただ事務がいつに終わろうと、いわゆる権利要件、いつに申請をしたらそこに訴求をして、その時点から解散を認めるというような内容に訴求ができるように少しこれ香取さん考えておいていただけませんか。香取年金局長。先ほどから議論がございますように、基本的には申請時点から訴求して適用するとか、いくつかその訴求的な適用するような規定も入っておりますし、すでにもうこの法案を国会出した後、各基金からは様々なご相談を受けております。で、基本的には事前の申請を受け付けて施行後速やかに解散をし、で解散するときには先ほど法律の中でいくつかあったような訴求で適用するものについては訴求で適用するという形で、できるだけ早く動かせるようにということで考えてございます。で、説明会等に関しましては法案が通り次第もう、夏から、各基金にブロックごとに説明をするということで始めておりますし、申し上げたようにもう個別の基金の相談も来ておりますので、個別にデータを見ながら、手続きを早く進めるように、ご相談を申し上げているところでございます。蓮舫さん。ありがとうございます。ようやくこの制度が整理される方向になりました。私たち与党の時に AIJ の問題を受けて、なんでこの制度が今までずっと目をつぶられて誰も手を挙げなかったのか、天下りの人たちの抵抗が高かったんだろうか、あるいは全体的な運用のそれによって、利益を得られるおそらく団体もあったんだろうか、いろんなことがあったと思いますが、ようやく整理ができることになったら私はやはりこれは評価をしています。最大限協力をさせていただきたいと思うし、これから10年間手を抜かないで毎年毎年基金の経営状態中身をチェックをしていく、適切な指導をしていくというモラルハザードを起こさないように、努力をしていただきたいということを改めて要請をさせていただきます。特にその政権担当時与党の時から今に至るまで企業年金国民年金基金課長の渡辺さんには非常にお世話になりました。私国家公務員の中でここまでちゃんと仕事をしてくれる人はやっぱり評価をしたいし評価をしてもらいたいと思いますので、大臣こういうのはしっかり人事の時に反映をしていただきたいと改めてお願いをしておきます。次に復興増税で全国で行われている事業について、昨週は流用との指摘を真摯に受け止めて、民主党政権がこういう予算編成をしたことを、私たちは反省をして、野田内閣で執行停止も含めて、今後も何かあったときには停止をしていくんだというまとめをしました。ただ残念ながらその後、自民党にとっては残念じゃないのかもしれませんが、政権交代があって、で、それでその後の復興の流用の問題、私はずっと追い続けてます。ずっと追い続けてる。自分たちが作った予算だけれども執行が間違ってるんであれば、その納税者であるとか被災地の被災者の方たちの理解が得られないんであれば、それは執行権のある現政権にちゃんとした判断をしていただきたいと思っているんですね。で、大臣は復興増税が被災地以外で震災に関連関係のない使われ方をされていることに対して問題がないと考えてますでしょうか。田村厚生労働大臣。
まあ、あの前政権でですね、あの決定されたことでございますが、その評価は避けさせていただきますが、まあ、少なくともあの安倍内閣になってからですね、昨年度の補正予算の時からですね、新たなこの積み増しに関しましては、まあ、そのようなことがないように、まあ、真に被災者、また被災地にしっかりとですね、まあ、お金が流れていくような形で、役に立つような形でですね、まあ、執行をさせていただくということで、進めさせていただいております。蓮舫さん。委員長、これからの予算においては、大臣が言ったように、中身を厳しく見ているんですね。ただ、過去に執行されて、今なお執行され続けている基金事業については、これ、2兆基金組まれました。で、39の基金事業が今なお使われています。ただ、今判明している段階で、まだ1兆使われていません。だからこれもでも被災地外で使われ続けてます。例えばそのパチンコや量販店の太陽光パネルの補助、林道整備、蓄電池補助、こういうものにお金が使われている。で、予算委員会で私安倍総理に我々の反省も含めて、ぜひ執行の見直しをしていただきたいという提案をしたら、執行停止も含めて対応していくという答弁がありました。その後何らかの指示が総理からありましたか。田村厚生労働大臣。これは我が政権としてですね、まあ、もちろん、我々が野党の時にいろんなものに使われているということに対してですね、まあ、野党としていろんな我々もですね、まあ、定義をしていったわけでありまして、まあ、先ほどは評価はいたしませんと言いましたけれども、まあ、野党当時は我々としてはよろしくないというふうに思っておった部分があるわけでございまして、安倍政権になってから、しっかりとこういうものに対しては、各関係省庁ですね、調査をした上でですよ。で、その上で適切に対応するというようなことで今やっている最中であります。蓮舫さん。調査をしろ、基金事業を調査をした上で適切に対応しろという指示があったということでいいですか。田村厚生労働大臣。まあ、これに関しましては安倍総理からというよりか、まあ、安倍内閣になったときからそういうものに対しては適切に対応するということでございます。蓮舫さん。違います。基金事業について総理は調べていく、対応していくと言った。それを受けて基金事業について調査をしろという指示はあったんですかと伺っているんです。田村厚生労働大臣。まあ、指示は直接はありませんが、それは実態としてやっておるということでございます。蓮舫さん。一部報道でも基金事業で厚労省の中身が問題だという指摘がありましたが、それは把握されてますか。田村厚生労働大臣。それも含めて調査をさせていただいております。蓮舫さん。ぜひ調査を急いでいただきたいんですね。限られた財源ですから、それが無駄に使われてしまっては元も子もないと私は思っています。例えばそのゆるキャラも随分と使われてるんですね。すべての私は資料を見ました。この復興増税で組まれた基金事業が何に使われているのか全国見ました。山口県のゆるキャラチュルル PR 隊、これ観光キャラバン事業1800万とか、あるいはその山梨のゆるキャラの鳥もっちゃん、愛媛のみきゃん、群馬のぐんまちゃん、茨城の水戸黄門キャラ、栃木のとちまるくん、千葉のちーばくん、いろんな勉強になりました。私、広報事業後を絶たないで本当に使われている。都道府県や市町村がその地域の魅力をキャラクターに仕立てて、そして発信をして広報するという事業内容そのものは私は否定はしません。ただこれが復興増税によって賄われていることに、納税者と被災者の理解が得られるとお考えでしょうか。田村厚生労働大臣。まあ、そういう、まあ、ゆるキャラのみならず、いろんな PR 事業っていうのはあるわけでありまして、まあ、ただ一方でですね、被災地でも、まあ、ゆるキャラじゃありませんけれども、武将隊等々でですね、その地域の、まあ、地域愛等々を含めて、これから元気を出していこうというような事業があったのも事実でございまして、まあ、それは被災地でいろいろとやられておられることに関しましてはですね、それは必要なものに関しては我々はですね、それに対して、まあ、それは必要だというふうには認識はいたしておりませんが、ただその地域以外、被災地以外の地域でですね、まあ、ゆるキャラ等々でいろんな事業をやられておるということに関しましては、やはり本来の、まあ、この使われ方としては、そぐわない部分があるのではないかという認識を持っております。蓮舫さん。資料7に、本当の一部なんですが、震災等雇用対応事業で、今なおこういうものに使われているという、いくつかの事例を出させていただきました。
例えばその群馬の放置自転車防止事業、全国知事会のための事務処理、石川の道路現況動画作成、これ婚活支援事業、留置業務支援、アルゼンチンアリの調査、メキシコ文化収蔵品整理事業、やっぱりこれはね、ふさわしくないってはっきり言えますよ。だから調査を早くして、本当にこれが理解を得られないと思ったら判断をするものだと思うんですが、この一例ちらっと見てどう思います？田村厚生労働大臣。各自治体ですね、当初のですね、これはもう蓮舫委員もよくお分かりだと思いますけれども、当初の目的という意味からいたしますと、被災者被災地のみならずですね、例えば円高等々で影響を受けて、失業等々をされた場合、それからサプライチェーンの影響なんかで、その被災によってですね、影響を受けて雇用を失った方々、こういう方々に使えるというふうになっておったわけですね。これですから23年の時でありますけれども、ですからそういう意味からすると、そもそも自治体がこの事業をやろうということ自体は当時の制度では許されておったわけでありますから、そこは問題があるとまで言ってしまうとですね、自治体にしてみれば当初はいいって言ったじゃないかという話になろうというふうに思うんです。ただ今やられているこの事業、その後いろんな経緯がありました。やはり本来はこのような基金事業で被災地被災者以外に使われるのはおかしいじゃないかというような世論がいろいろとあった中において、我々もそれはおかしいんじゃないかという認識でありますから、これを見ておりますと、あまり被災者被災地の方々と関係のないようなそういう事業が多いわけでありまして、適正に止められるものがあるならばですね、それをお止めをいただいてですね、なんとかそれはこのお金、余っているものがあるならばですね、お返しをいただければありがたいという認識を持っております。蓮舫さん。ちなみに8ページに三重県の事業の一覧もいくつかつけておきました。バンブーバスターズ、これは竹林の適正化事業ですよね。被災地ではまだやはり畑や山々は整備をされていないことを考えると、やはりこういうものはどうなのかというのは、これは私たちが編成した予算の反省も含めて、で事業内容そのものは否定しません。地域にとっては必要なんでしょう。ただ財源のあり方と被災者の人たちのお気持ちを考えたときの見直しというのは私は必要だと思っているんです。で今指摘をした事業は、東日本大震災に対応した雇用創出基金事業、震災等緊急雇用対応事業なんです。これは対象はどなたにされてますか？厚生労働省岡崎職業安定局長。東日本大震災との影響による、失業者ということになっておりますが、具体的には被災求職者の方と、それから23年3月11日、大震災の以降に離職した失業者の方、これらの方を対象者といたしております。蓮舫さん。はい、経済対策成長戦略の重点分野として都道府県に作られた基金に、震災対応で、いわゆる雇用を生み出そうというものですね。でその対象者は被災地域に所在する、所存する事業所を離職した失業者、当該地域、被災地域に居住していた求職者、もしくは今ご答弁があったように311以降に離職をした人、つまり被災地で仕事をなくした方を最優先にするけれども、円高等の経済対策もあるので、全国的に311以降雇用を生み出して景気を良くしようという意味で全国でも使えるようにした。で今考えると、私これね、切り分けって基金にすればよかったなと思ってるんです。やはり被災者の雇用の基金と311以降の基金というのは目的がやはり若干異なります。直接支援なのか、それとも、全国から日本を挙げて被災地を元気にするのか。ただどうしても緊急性が高かったので、今ある基金を有効活用とする形でこの中身は一緒にしてしまった。でこの補正予算が成立した平成23年11月21日付の各都道府県の局長通達、その要領では対象者は、311以降になっています。資料10をご確認いただきたいと思います。緊急雇用創出事業実施要領、これを見ていると、この基金で、使われる事業で対象としている離職者失業者は、被災者あるいは311以降に離職をしたものとなっている。で実はその1週間後に
厚労省が震災等緊急雇用対応事業に関する QA を作られました。でそれを全国に指導をしました。ここでは対象となる失業者をどう変えましたか。岡崎職業安定局長。対象とする対象者自体を変えたわけではないんですが、例外的なケースといたしまして、その今対象になっている方々を募集した結果、対象となる失業者のみでは求人を充足しない場合、この場合につきましては事業が実施できない場合につきましては、その対象以外の失業者の方を含まれてもいいと、こういうような解釈を示しております。蓮舫さん。すいません、募集した結果、対象となる失業者のみでは求人を充足せず、事業が実施できない場合には、対象となる失業者以外の失業者、つまり311以前から職がなかった方たちも可能とする、この QA、どなたの判断で作られました？政務三役に挙げましたか？岡崎職業安定局長。当時のやり取りまでちょっと確認できないんですが、最終的にはおそらく事務方で、議論した結果、いろんな都道府県等のご意見を聞いた中で、こういう形にしたのではないかというふうに推測されます。蓮舫さん。事務方で判断をして、政務が指示をして、被災者の方を優先して雇用する事業を全国にお願いするものと、311以降に配慮をする人だけが対応になっていたものを、311以前前まで雇用対象を広げるというのは適切でしょうか。岡崎局長。当時の議論としましては、ああいう状況の下で被災求職者等の方々の雇用の場を確保する場合に、その事業が全体の人数が足りないためにできないという問題があるのではないかと、そこのところは全体として被災求職者の仕事の場の確保ということを含めまして、そういうことが適当ではない。ただこれはあくまで例外ということでありますので、Q&A の中でもあくまで東日本大震災等の影響による失業者の雇用の確保を目的とするものである点に留意するようにということで、ごく例外的だという趣旨を示した上でこの判断を示したものということでございます。蓮舫さん。いや、例外を強くおっしゃられたとしても、基金事業の目的そのものが変わってしまうんですよ。311以降、最優先は被災された求職者で、次は円高による経済のへの影響によって離職をした311以降の方たち、ここだから財源が復興増税でようやく説明ができるんですね。それが事務方の判断だけで、311以前の方も例外的に良くしてしまうというのは、事業の目的そのもの、財源の使われ方そのものが大きく根底から変わるんです。じゃあ例外と言いました、平成23年度の震災等緊急雇用対応事業で創出された雇用数は分かっている段階で 32,753 人います。この中で震災求職者はどれぐらいで、全国の311以降の離職者で雇用された方はどれぐらいで、今おっしゃられた例外的に311の方はどれぐらいか数字取ってますか。岡崎局長。23年度につきましては、すでに確定数値を取っております。で、その中で、雇用者数が 32,753 人、そのうち被災求職者の方が 31,563 人、で、その他が1190人であります。で、1190人の内訳は取っておりませんが、これは、被災求職者以外で、3.11 以降に失業された方と、まあ、それ以外の方も、先ほどの Q&A で例外的に入っているかもしれませんが、そこの区分は取っておりません。ただ、32,753 名のうちの、1190名のうちのさらに一部ということになろうかというふうに思います。蓮舫さん。いや、すみません、区分を取っていないで、なんでこんな例外的な緩和措置を入れたんですか。岡崎局長。むしろ例外的で、基本的にはそういうことはほとんどないということを前提にして、区分措置としてもその2つで取っているということでございます。蓮舫さん。すみません、ほとんどないことを前提とするなら、例外は作らないんですよ。そういうこと。どうして例外を作られたんですか。岡崎局長。
これは先ほど申しましたように、優先順位としては被災求職者であり、その次が 3.11 事項の離職者でございますが、そういう形の中で求人を募集したところ、十分な人が集まらなかった場合には、その事業を中止するよりは、すでに応募している方々を含めて、事業が実施される方がいいだろうという判断でやったと。ただ、先ほど来申しましたように、例外的に認めるという趣旨を明記した上で、そういう求案を出したということでございます。蓮舫さん、いや、そうお答えになられるのであれば、募集して求人が充足しなかった事業はどれぐらいあるんですか。岡崎局長、それは把握しておりません。蓮舫さん、把握をしていないのになぜ例外を作るんですか。岡崎局長、むしろそういう状態になった場合にどうするかという議論の中で、あらかじめこういう考え方をお示ししたということだろうというふうに思います。蓮舫さん、厚労省が事務方で勝手に判断して条件を緩和して、で本来の目的とは違うものに使ってもいいとしてしまった結果、確認しただけでも長野や愛知や下関や広島や秋田、すべてがこの Q&A のパンフレットを使ってそして説明をしているんです。つまり311以降、被災離職者だけじゃなくて311以前の人も雇用できますって堂々と書いてしまってるんですね。つまり何でもありになる、その何でもありの目的が例外的措置だと言っても、その例外的措置を作った根拠が全く明快じゃないんです、今の答弁では。つまり予算使い切っちゃおうと、配ったお金を使い切ってくださいという指導に見られてはいけないと思うんです。どうお考えでしょうか。岡崎局長、Q&A で繰り返しになりますが、最後の段階であくまで、東日本大震災の影響による失業者の雇用確保の目的とするものであることに留意という、ここの留意のところが飛べばですね、先生おっしゃるようなことだろうと思いますが、ここのところをしっかりと含めた上でですね、各都道府県にはこの Q&A を お示ししているということでございます。蓮舫さん、大臣、25年度から始まる予算は見直しをしているんです。でそれは被災求職者に限る500億上積みしましたので、今の内閣はだけど、過去の2000億の今実際に各都道府県に積まれた基金で、24年度から継続して1年延長している事業、つまり25年度に行われている事業は、今言ったように例外的な人たちもまだ対象にされてしまっているんですね。だ本来の目的に見直して、やはりそういうふうに事務方が勝手に暴走したのがあるのであれば、これは是正していただけないでしょうか。田村厚生労働大臣、これ、私どもが政権になっているときじゃないので、なんと申し上げていいのか分かりませんが、事業が実施できない場合にはということがあるというのは、多分本来は対象になる方々がそれによってですね、働けないという場合に関しては、例外的という話だったんだと思いますが、そもそもですね、私、もっと問題があるのは、先ほど来申し上げておりますとおり、被災者、被災地じゃない地域、つまり円高でですね、離職された方々が、こういう基金事業で、仕事を得る。でも、その場合に、事業が実施できないから、今言われた3月11日以前の失業者まで入って事業が行われているという話になると、二重にですね、これ、意味がそぐわない話になってくるわけですよね、これ。ですから、こういう問題に関しては、今、いろいろと調査をしておりますけれども、適正な対応をお願いをいたしたいというふうに、自治体には思っておりますが、ただ一方で一点気をつけなきゃいけないのは、今それで働いておられる方々が、その事業を辞めることによって、職を失うという問題も出てまいります。その点はなかなか難しい判断をしていただかなければならないところであろうなという認識は持っております。蓮舫さん。よくわかります。ただですね、この実施要領を見ると、対象となる事業は、優先される被災求職者の短期雇用、1年ですね。で、それで就業期間にふさわしい事業か、それ以外の求職者を雇用する場合は、雇用した上で、地域の企業等で就業するために必要な知識、技術を習得させるための人材育成を行う事業であること。つまり短期間で終わらないように、次につながるスキルを上げるための育成もしてくれ。で、その仕事をしたら、もう失職への道ではなくて、次の道を自分で見つけられるような事業というふうに指定をされているんですが、やっぱり中身を見てみると、公用車の鍵の貸し出しと返却受付の事務とか、
茨城は SL 運行に伴うイベント開催と PR グッズ作成とか、あるいはその生ハゲキャンペーンとかの候補、公園整備、道路整備、つまりその地方自治体の単純作業の一回こっきりのものが多くて、とてもスキルを上げるための仕事であるとか、次につながるための仕事の中身になっていないのも見受けられるんですね。だからぜひこれは今24年そして25年執行されている額が いくらでいくら基金に残ってて、2000プラス500ですけども、2000のうちどれぐらい残ってて中身がどうなのかは急いで精査をしていただいて、執行停止ができるものがあったら、実施要領でも大臣の判断で執行停止というのはできますから、国庫納付もその自治体と議論をすることによってお戻ししていただくこともできますから、その分お戻ししていただいたお金は被災地に振り分けていただきたいということを強くお願いをしておきますが、いかがでしょうか。田村厚生労働大臣。いずれにいたしましても今調査をやっております。その中で、この事業の本来の趣旨にそぐわない部分、これもう一度ですね、出したものをですね、なかなか返してくれって、これはもうお願いベースになってくるわけでありますけれども、お願いをさせていただく中で、返ってきた部分に関しましては適正にこれは扱ってまいりたい、このように思っております。蓮舫さん。昨日の話なんですが、これ田村大臣と森大臣も参加をした、衆議院の議員会館で行われた、イクメンサミットで、ここで森大臣が言った発言に私はちょっと耳を疑ったんですが、消費者庁は育休を取ったら昇進昇格させることを決めた、世界初ですと言いました。これ事実でしょうか、消費者庁。消費者庁草桶審議官。消費者庁におきましては、今年3月より人事評価の際の留意事項といたしまして、ワークライフバランスを追加をいたしました。具体的にはワークライフバランス、すなわち仕事と育児、これのみならず仕事と介護、仕事と趣味、仕事とレジャー、仕事と自己研鑽等との両立の実践に伴う効率的な業務運営、そして良好な職場環境づくり、学位及び資格の取得等の効果を自己申告させ、人事評価に反映させることしたところでございます。また本年5月には、育児休暇のみならず、各種休暇を取得する職員のために、その職員の同僚や上司が行った業務の分担や手助け、協力体制の構築に向けまして、取られた行動について自己申告させ、人事評価に反映させることとしたところでございます。蓮舫さん。いや、私が聞いてるのはもっと明快なんです。育休を取ったら昇進昇格させることを決めましたと断言しました。本当でしょうか。草桶審議官。今申し上げました通り、育休も含めまして、各種休暇と仕事の両立を評価するということでございます。蓮舫さん。これ、女性手帳の時と同じような失敗やろうとしていると思います。結婚をしていない人、しないと思っている人、あるいは結婚してても子供をまだ持っていない人、子供を持てない人、治療をしている人、いろんな人たちがいて、その中でたまさか子供を授かって一級を取った人だけを昇進昇格させることに決めました、世界初と自画自賛をしましたけれども、これはある意味で差別的取り扱いになるんです。人事院の公平審査制度でも、こうした差別的取り扱いは取り扱われる事項の例として出てます。昇級昇格について差別的取り扱いを受けた場合には行政措置要求として審査の内容そのものが妥当だと判断をしたら、人事院から例えば消費者庁に対してその人だけを昇級昇格させるのは不公平だと是正措置の、いわゆるその求められることになるんですね。だからちょっとぜひこれ田村大臣、昨日一緒におられたわけですけど、ワークライフバランスというのはまさに厚労省も本丸の仕事だと思うので、こういう偏った発言をぜひ森さんにはしないでいただきたいと思いますし、ちょっと軽率ではないかという部分で注意をしていただけませんか。田村厚生労働大臣。私も言いましたけれども、今の話でワークライフバランス全般について、そういうものをしっかりと実施していく、確かご本人だけじゃなくって、周りの関係者、これは上司も含めてでありますけれども、そういう方々も含めて人事評価という話であるならば、ワークライフバランスを進めていく我が省といたしました。これは育児休暇だけじゃありません。全体としてですね、仕事とそれから家庭を両立できる、こういうようなことを進めていく職場、そういう環境を作っていくという中において、
人事評価という話であるならば、これは我々も注目をさせて見ていただき、見させていただきたいと、このように思っております。決して、ああいう発言でありましたけれども、育児休業というような話ではなかった、全体としてのお話だというふうに認識をさせていただいておりますので、そのような観点から、我々もですね、注視をさせていただきたい、このように思っております。はい、以上で蓮舫さんの質疑を。